こんにちは、国見町担当の玉手です。国見町からは町で話題の渡辺商店さんをご紹介いたします。渡辺商店さんは燃料屋さんなんですけど、あるスイーツがとっても美味しいと評判なんです。早速中に入ってそちらを買いたいと思います。なんかこの芋のこだわりとかあるんですか？芋はですね、あの茨城の、とある農家さんのところから仕入れてるんですが、紅はるかですね。紅はるかのみなんですか？そうなんです。私このお芋に惚れちゃってるので。惚れちゃってもともと私はあまりお芋得意じゃなくて、紅はるかだけは大丈夫だった。紅はるかもこのお芋じゃない、ここのお芋みたいな名前なんですあの買いに来てくれたお客さんがあの食レポ手伝ってくれるということなんで、私の代わりにじゃあ手伝っていただきます。熱くて半分ならないかな、大丈夫かな。はい、しっとりは、わっすごい、ほくほく、わじゃあいただきます。どうぞどうぞ。あ、美味しそうです。いただきます。どうぞどうぞ。甘い。で、すごいしっとりしてて。うまいんですよ。あ、美味しい。あ、よかった。よかったですね。決め手です。あ、よかった。笑顔をいただきました。ありがとうございます。焼き芋を使ったあのクレープは隣でやってるんですよね。はい、こちらでやってます。もうここの芋を使ってるから間違いないですよね。今日は国見町からは美味しい焼き芋のお店渡辺商店をご紹介いたしました。皆さん国見町によかったら遊びに来てください。